チャジュンファンは大韓民国ソウル特別市出身の男性フィギュアスケート選手。2017年韓国選手権1位。2016年ジュニアグランプリファイナル3位。小学校2年生の夏休みにフィギュアスケートを始めた。憧れている選手は高橋大輔。11歳でアクセルを除く5種類の3回転ジャンプをマスターした。2014から2015シーズンは ノービスの年齢ながら、韓国選手権で、銅メダルを獲得した。2015年3月に、カナダトロントに移り、ブライアン・オーサーの下で練習を始めた。2015から2016シーズン、ジュニアクラスに移行。スケートカナダオータムクラシックで優勝した。リレハンメルユースオリンピックでは5位。世界ジュニア選手権では7位。2016から2017シーズン。 ジュニアグランプリシリーズに参戦。横浜大会では、ジュニアの歴代最高得点を更新して優勝。続くブライオン・シュベルター・坂月でも優勝した。ジュニアグランプリファイナルでは、銅メダルを獲得し、韓国の男子選手としては初めて表彰台に立った。韓国選手権では、初優勝。世界ジュニア選手権では、SP2 位の後発進を切るも、 fs で順位を落とし総合5位となった。2017から2018シーズン、シニアクラスに移行。韓国選手権では連覇。母国開催のピョンチャンオリンピックでは15位となった。2018から2019シーズン、チャレンジャーシリーズでは2大会で銀メダルを獲得した。グランプリシリーズに参戦し、スケートカナダで銅メダルを獲得した。韓国の男子選手が、 グランプリシリーズで表彰台に乗るのは初となった。続くグランプリオブフィギュアスケートヘルシンキでも銅メダルを獲得し、韓国男子初のグランプリファイナル進出を決めた。同大会でも銅メダルを手にし、韓国男子初の記録を作った。4大陸選手権の SP ではミスのない演技で2位でスタートを切るも、FS では6本の回転不足があり、総合6位に終わった。 4PP2018Juniorncha I can work hard, but with a smile. ありがとうございます。